抱きしめたい。抱きしめたい。ただし、彼女ではなく、または彼でもない。抱きしめたい。抱きしめたい。抱きしめたい。あいにく、あなたではなく、ましてや、私自身でもない。抱きしめたい。抱きしめたい。抱きしめたい。たまらなく、愛しい気持ち。ひたすら、慈しみたいという。欲望。抱きしめたい。抱きしめたい。抱きしめたい。けれど、誰でもなく、やはり、どれでもない。いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。今回は、とめ館長さんのブログ、とめ文芸館アネックスより、抱きしめたいという作品をご紹介いたします。皆さんは、抱きしめてるものありますか？私はいつも一緒に寝ています。大きな犬の抱き枕と。ふわふわでとっても気持ちいいです。今はぬいぐるみというと子供のおもちゃと思いがちですが、もともとの発生は古代エジプト時代なのだとか。魂を持った存在しているものと見られていたようです。それは人間の心の安定に使われたんだとか。まあ、あの時代、呪いや富の象徴とかも、まあ、心の安定と言えばそうなんでしょうか。現代のぬいぐるみは、子供にとっても大人にとっても自分の居場所や安心を与えられるものなのだそうです。なので、大人がぬいぐるみを抱いて寝るのは恥ずかしいことではないんです。ただ、カバンにも、スマホにも、ペンケースにも、カードケースにも、財布にも、という、あらゆるものにぬいぐるみのストラップやキーホルダーをじゃらじゃらつけている人は、少しストレスが多いかもしれない。ということです。さあ、皆さんも恥ずかしがらず、ぬいぐるみを抱きしめましょう。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。